シールチーム、シールチームは2017年から放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズネイビーシールズの精鋭部隊ブラボーチームの活躍を描くミリタリーアクションドラマベンジャミンキャベルが企画、制作しデビッド・ボレアナズ、マックス・シエリオットらが出演するアメリカでは2017年9月27日に CBS で放送が開始された 日本では2020年4月20日より、FOX チャンネルで日本語字幕、吹き替え版が放送された。本作は、シーズン4への更新が決定している。アメリカ海軍特殊部隊のネイビーシールズの中でも、エリートばかりを集めた精鋭部隊ブラボーチーム。世界各地を回り、命がけで与えられた任務を遂行していたが、リーダーのジェイソン・ヘイズは、海軍から、 PTSD の症状を疑われてしまう。シールチーム、シールチームのキャスト。上段左から、デビッド・ボレ・アナズ、マックス・シエリオット、ジェシカ・パレ、ニール・ブラウン・ジュニア、トニ・トラックス。2017年1月27日、CBS は本作の制作を発表した。2018年3月27日、CBS は第2シーズンへの更新を決定した。 本作のシーズン1は、批評集積サイトのテ点トマト図に23件のレビューがあり、批評価支持率は70%、平均点は10点満点で5.66点となっている。また、メトクリティックには16件のレビューがあり、過重平均値は57、100となっている。ありがとうございます。